はるかちゃん疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。キルちゃん今日はどうするの？何か新しい手がかりを探さないとな。町に出てみるか。大丈夫？キリュウちゃんすぐ変なことに巻き込まれちゃうから。私、河原のもんでモグサって言います。今、花屋さんのところで働かせてもらってます。旦那、ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。どうもボスの身内にトラブルらしいんです。ここんとこずっと機嫌悪くって。でも私らには何も話してくれねえんです。花屋に家族が？大昔に別れたのがね。その息子ってのがこの町の不良でして、向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。それがあんたの息子か、キリュウ。お前いつからそこに？いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ悪かねえ。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か？いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。何の真似だ？くそ、教官逃げろ。うん。一人か？待てよ、何か勘違い。うるせえ、組長に言っとけよ。娘さんは、教官は俺が幸せにしますってな。やるしかねえんだ。見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え？じゃああんた後部組？違う、訳を話せ。どうなってるんだ？追われてるんだ俺たち。強化の親父、後部組から。何があった？強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ？デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか？ダメだ、
お前ら。たかし、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞこれ。なんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと？行け。すまねえ。おっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。高志のことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。なんだ貴様。どきなさい、私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。高志はどうする気。お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落としまいつけさせていただきやす。そんな。違うの、私が一人でお金を持ち出したんだから高志は関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。京花、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても京花を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。そうはいかねえ、あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。死ぬ気か。俺らじゃボケ。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ、やれ。
たかし。ああ、取った金は置いてけ。ずうずうしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、あげくにはメールで組抜けるってか。は、黙りなさい。いいよたかし、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かったやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺確かに今は半端です。でも目いっぱい働きます。頑張って頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。高志、よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え、京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ